アールバニティック語は、ギリシャの一少数民族であるアールバニティによって、伝統的に話されている、アルバニア語の近煙言語である。アールバニティック語は、その話者がギリシャ語の使用に移行しており、民族の若者たちがもはやそれを話さなくなったため、危機に瀕している。アールバニティック、ないし、アールバニティカという名称は、アールバニティという民族名に由来する。アールバニティは、 今日のアルバニアのある地域を指す中世の地名であるアービナに由来する同義語は以前は一般的にアルバニア人の自称である。過去にはアルバニティック語はグレコアルバニア語などと記述されることもあったが今日では多くのアルバニティーがそのような名前を攻撃的だと考えられており避けられている。国籍としても民族としてもアルバニア人ではなく ギリシャ人とみなしている。アールバニティック語は中世後期にアルバニアからの開拓者によってギリシャ南部に持ってこられた。アールバニティック語はイタリアにおけるのアルバニア語の禁煙言,言語であるアールバレンシュ語とも密接に関係しており、これはギリシャからのアールバニティの開拓者に主に遡る。イタリアのアルバレンシ語はギリシャ語から借用したいくつかの単語を保持している。 アール・バレーシュ語とアール・バニティック語は相互に理解できる語彙ベースを持っている。二つの言語同士での理解できない要素はイタリア語またはギリシャ語の語彙等の使用に由来する。アール・バニティック語の話者の推定数は3万人から15万人の間で大きく異なる。これらの数字には言語の不完全な知識技能を取得しただけで、それを将来の世代に渡す可能性が低い。 若い世代の末端和者が含まれている。伝統的なアールバニティの住民がいる村の数は500を超えると推定されている。現在、全員がギリシャ語のバイリンガルであるため、純粋なアールバニティック語単独の和者はいない。アールバニティック語は、ここ数十年で末端和者の間でギリシャ語への大規模な言語シフトがあったため、絶滅危惧言語とみなされている。 アルバニア語派における、アールバニティック語の場所アルバニア語の方言、禁煙言語の地理的分布アルバニティック語は、トスクアルバニア語の系統に属する。禁煙関係を示すと次のようになる。言語学会は、全会一致で、アルバニティック語をアルバニア語の方言であると説明しているが、多くのアルバニティーは、アルバニア語という名前を使用して、 それを指定することを嫌っていると報告されている。この問題には、アールバニティのギリシャへのアイデンティティが深く関わっています。アールバニティック語には大きく分けて次のような方言区分が存在する。また、これらの下にさらにいくつもの方言が認められる。ギリシャ南部におけるアールバニティック語は地方の方言に細かく分類されている。察しせは、南部地域内で 最大11の方言グループを区別している。例えば、これらである。社会言語学の研究は、自律標準言語と孤立言語の概念的枠組みの中で、アールバニティック語を説明している。理解するという用語に関して、アールバニティック語と標準とすくアルバニア語の相互理解度の、言語学者による評価は、かなり高いから部分的なものまでの範囲である。民族史はまた、 相互理解度が、アールバニティック語内の異なる方言の間でさえ、問題があるかもしれないと述べている。標準トスクアルバニア語とアールバニティック語の間の、相互理解度は、標準アルバニア語、トスクアルバニア語及びゲグアルバニア語内の二つの、主要な言語間の了解度よりも高くなっている。三つの言語形式のサンプルテキストについては、以下を参照すること。トラットギルは、 言語学的に、アールバニティック語がアルバニア語派の多様性であることは間違いないと要約している。自立標準言語への進展に関して、自立性の最も強力な指標は、ギリシャ文字ベースのアールバニティックアルファベットという独立した初期体系の存在である。非常に類似した初期体系は、16世紀から18世紀の間には他のトスクアルバニア語話者によって、 以前にも使用されていた。ただし、アールバニティック語はほぼもっぱら指摘領域に限定された口語であるため、この文字が実際に使用されることはほぼない。また、ラテン文字を使って言語を書くべきかどうかについて、アルーマニア人と同様にアールバニティの間でも意見の相違がある。アールバニティック語の口語は様々な方言で豊富に多様化されており、 共通の標準アルバニティック語も存在する。また同時に、アルバニティは標準アルバニア語を母語として使用しない。これは、ラテン語に基づく標準アルバニア語の聖書法では、一般に読み書きができず、標準アルバニア語で話し言葉メディアを使用することが報告されていないためである。この意味で、アルバニティック語は通常同じ国の中で、 各国語の方言がそうであるように、ドックスプレイクとして存在しており、標準アルバニア語に従属しているわけではない。ビオティア方言、アティカ方言、サラミナ方言、エビア方言ギリシャ語以外の言語が伝統的に存在するギリシャの地域。緑の領域はアルバニティック語が話された場所を表す。ペロポネソス半島の19世紀の民族地図。赤の領域は、 アールバニティック号が話された場所を表す。ギリシャには3つの主要なグループのアールバニティー、集落群がある。ほとんどのアルバナイトはギリシャ南部のアティカ、ボイオティア、ペロポネソス半島及びいくつかの近隣地域と島々に住んでいる。2番目の小さなグループはギリシャの北西、アルバニア語圏と隣接する地域に住んでいる。3番目の遠方のグループは ギリシャ北東部のトラキアのいくつかの村にある。一部の著者によると、アールバニティック語という用語は適切な意味で南部方言、または南部方言とトラキア方言の両方にのみ適用される。すなわち、これらは何世紀もの間にわたって中核的なアルバニア諸語と隔絶されていた。北西部方言はアルバニア内の隣接するトスクアルバニア語の諸法ことや、 同じ地域に住んでいた元イスラム教徒のチャメレーシュ語、サマリシュとチャムアルバニア人の言語に類似していると報告されている。しかし、これらの方言は、教義のアールバニティック語とは対照的にエスノローグによってトスクアルバニア語の一部として分類される。母国語で北西部の一部のグループは自分の言語とアルバニア国民の言語を指すために、 シシップという用語を使用することが報告されており、これは民族的にアルバニア人である。アールバニティック語はアルバニア南部で話されているトスクアルバニア語と多くの特徴を共有している。ただし、ギリシャ語からは多大な影響を受けており、その多くは語彙と音韻体系に関連している。同時に主流のトスクアルバニア語で失われた いくつかの保守的な特徴を保存したと報告されており、例えば、標準のアルバニア語で簡略化された特定の音節が白文字のシーンクラスターが保持されています。最近では、言語学者はギリシャ語への構造的収束の加速と、言語の構造的単純化の兆候を観察しており、これは、言語消耗の兆候、すなわち、言語の絶滅につながる、 貧弱化の影響として解釈されている。カールス・エイチライン・ホールドによって出版された、アール・バニティック語の民謡、ことわざ、語彙資料の修正であるノクテス・パラスキッキー、アール・バニティック語は、民族内部では滅多に書かれていない。伝えられるところによれば、ギリシャアルファベットが追加されていると、ラテンアルファベットの両方で書かれている。正統派のトスク・アルバニア人も、 同様の形式のギリシャ文字で書いていた。出典アーバニティコスシンデスモスエラドウス代名詞同士の変形のアルバニア語との比較主の祈りアルバニティック、5番標準トスクアルバニア語ゲグアルバニア語、アールバレンシゴソース、アルファイオタニューデルタイオタアルファシータ、カッパイタシグマタアルファローベータアルファニュー、タウイオタカッパアルファ、クリストスレックスウェブサイト出典 アーバニティコスシンデスモスエラドウス。ありがとうございます。